令和元年11月16日九州春日公園球技場にて2019大学アメリカンフットボール選手権大会2回戦甲子園ボールトーナメント2回戦関西学院大学ファイターズ対西南学院大学グリーンドルフィンズの一戦が行われます。試合開始13時キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側ホームスタンド側カラーのユニフォームグリーンのユニフォームが西南学院大学九州代表です。奥側バックスタンド側ホワイトのユニフォームが関西学院大学ファイターズ関西2位のチームです。このチームにこの試合に勝利した方が3回戦進出です。コイントスの結果関西学院キックオフ西南学院2段で試合が始まります。コーターバック3番ワイドレシーバー81番にパスを通し約5ヤードゲイン。関西はキーファースター、インターセプト。コーターバック3番ロングパス奇跡ターゲット1枚のロングパス、しかしこのパスは西南学院がインターセプト。攻守交代です。ターンオーバー。なぎわ君26番パス成功、ファースターン。パス成功、クォーターバック16番プレーアクションからワイドレシーバー15番にパスを通し約9ヤードゲイン。パス不成功、クォーターバック16番三度のパスターゲット80番、しかしパス不成功、フォースダウンと変わります。ファースターン、関西学院ファースターン、なにわ君27番、ハンドオフから血を飛ばしファースターン獲得です。タッチダウン、コータダクさんがパスを登場としましたが、ここでスクランブル、相手タックルありましたが、それは弾き飛ばし、エンドゾーンに飛び込み勝ちだ。関西学院、6点獲得。コーナーバック16番、キーププレー、左手ポジタックルのパワーランで、約10ヤードゲイン。無成功、西南大学ギャンブル完工、しかしこのパスは不成功。関西学院8番、関西学院21番ノーハローからのプレーで中央突破、大きく前進しエンドゾーン飛び込み勝ちだ。関西学院6点獲得。
プレーナンバー 22関西学院セカンドファー、関西学院大学ファースター、ランニングバック25番中央突破しファースター、発生後ファースター、ライドのシーンは1番キャッチャーのランファースター、西南ラジャスト、ナンガップ26番ハンドオフから9トップ測りましたが、これはノーウェイ。ナイスペース、タックル13番、キック成功、3点追加、関西学院大学7点、西南学院大学0点。キュービードロー、セーナーがペインファースター、ナニメック3番、パワーフォーメーションから中央突破、ファースター獲得です。発射ゴー、発射ゴー、ファースター、ここで前半の時間がなくなりました。前半終了です。西南学院大学グリーンドルフィンズ7点、関西学院大学ファイターズ27点、関西学院大学10点リードで後半戦に移ります。パス成功、ファースター、ラニバック39番、ハンドオフから左オフタックル駆け上がりファースター獲得。パス成功、ファースター、クォーターバック3番、右にスプリンターとしてライトレシーバー、1番にパス、4番にパスを通し、ファーストダウン獲得。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック3番、ワイドレシーバー、12番にパスを通し、ファーストダウン獲得。中央になって、キャリア21番、しかしこれはノーゲイン。39番、しかしこのレインは1ヤード、西南ナイスプレー、パス不成功。クォーターバック3番、ワイドレシーバー1枚のパス、しかしこのパスカバーされており、パス不成功、フォースダウンとなります。キック成功、3点獲得。関西学院大学20点、西南学院大学7点。発射ゴー、
キュービースタート。プレーナンバー3の23、関西学院ファーストアンテン。パス成功、ファーストアン、ターゲット1番。パス成功、クォーターバック3番、1番にパスを通し、約9ヤードゲイン。タッチダウン。クォーターバック3番、ワイドレシーバー1枚のフライパス、このパスを1番エンドゾーンでキャッチし、タッチダウン。関西学院大学6点獲得。頑張る。タッチダウン。クォーターバック15番、最大にアドバンテージ、ターゲット15番、これをキャッチ、そのままキャッチアンダーシーエンドゾーン。創価学院大学6点獲得。ファースト。関西学院大学ファースト。キュービーさん、キュービーサクセスです。フォースダウンに移ります。関西学院大学3点獲得。関西学院大学3点。西南学院大学14点。ブロックしました。タッチダウン。川田学院大学エンジンは15番にパス。10番これはキャッチアンドラン。相手タックルは無用で走り抜け、エンドゾーンかかり勝ちだ。西南学院6点獲得。プレーナンバー4の12、西南学院トライフォーポイント、2ポイントコンバージョン、2点を狙いに行きます。フォーメーションエンティー5ウェイ。スクランブルを試みましたが、しかし関西学院大学を抑え2ポイント失敗。西南学院大学20点、関西学院大学30点。関西学院勝ちだ。ランニングスルゲーションハンドフォーケー、左を2つの駆け上がり、そのまま独走、エンドゾーンカットにタッチダウン。関西学院大学6点獲得。インターセプト。関西学院タッチダウン。左にローラーどちらのパス、しかしこのパスを取ったのは関西学院42番、そのままエンドゾーンに飛び込みタッチダウン。関西学院大学6点獲得。パス成功。パスダウン。西南ファーストダウン10、ボールオンハーフウェイ。メイクしました。インコースのファースター。今、中崎レイン、QB サーク。クォーターバック16番、プレーアクションからパスを投じようとしましたが、これを関西学院大学50番が QB サーク。
関西甲子園ホークス戦パスパス成功。クォーターバック16番ワイドレシーバー1番にパスを通し約3ヤードゲイン。聖南学院2ポイントコンバージョン、パス不成功。聖南学院2点を狙いに行きましたが、このパスはカットされ6点止まり。聖南学院大学26点、関西学院大学44点。オフサイドキック、このオンサイド失敗、関西学院大学の攻撃となります。キッカー16番、キック成功、3点追加。関西学院大学47点、西南学院大学26点。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、関西学院大学47点、西南学院大学26点で関西学院大学の勝利です。関西学院大学3回戦進出です。